はい、始まりましたしゅうちゃんオートです。本日はですね、飯塚オートレースのナイターレース2日目ですね、準決勝、こちらの4本のレースをやっていきたいというふうに思っております。本日めちゃくちゃ荒れてます。はい、それとですね、突然でございますが、こちら見えるかな、明日、決勝戦みんなで見たいなと思って、初めてライブをやってみようかなと思ってます。まあ初めてなのでね、うまくいくかどうかちょっとわからないんですけど、ちょっとやってみたいなと思いまして、ぜひ皆さんお時間がありましたらですね、夜の7時15分から、まあ、最終レース終わってちょっとぐらいまでね、皆さんで、ワイワイできたらなというふうに思っております。実際ね、何人来るかは全然来ないかもしれないんですけど、まあ、それはそれで仕方がないというふうには思っております。まずですね、私本当に初めての試みなので、よくわからないところもあると思いますが、皆さんね、もし、ご興味並びにお時間空いてれば、あとはみんなでね、決勝戦ちょっとワイワイ盛り上がりたいというふうに思いますので、ぜひですね、皆さんよろしくお願いいたします。ちょっと告知でございました。ということでですね、4つのレースやっていきたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いいたします。さあ、準決勝1本目ですね。ここは、青山選手、岩崎選手、仁村飛龍選手、こちらを変えました。スタート3秒を切りました。第9レース準決勝スタートしました。まずは1番の青山、後ろの青山逃げろ、3が遅れた。桜木が大きく遅れを取ってしまいまして、2番の中村へと襲いかかるのは5番の岩崎良一。スタート力発揮で一気に2番手中村を叩きました。7番の仁村飛龍も便乗する格好で4番手から3番手を伺うアシーロ。青山逃げろ、青山さん逃げろ、逃げろ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 。8番の篠原敦史は現在6番手、6番の久保徹が後方で、3番桜木が最後方、2周目に入りました。そのまま届け、止めとけ、止めとけ。青山文俊、2番手横に並んで5番の岩崎と2番の中村、内から5番の岩崎が青山文俊を肉薄していますが、外から2番の中村が応戦中、7番の仁村飛龍も相手と同行していますが、1番の青山の壁ができています。2番手3人がひしめき合って5番の岩崎、外は2番の中村、インコース7番の仁村、仁村が混戦を断ち切るのか。青山さん逃げろ、青山さん逃げろ。篠原敦史、4番の仁村少し下がり気味、6番の久坂がその直後につけています。依然として先頭1番の青山ですが、この1コーナーで7番の仁村飛龍狙いを定めて前線突破だ。3番手5番の岩崎、さあ2番手を守るのは1番の青山、そして5番の岩崎、8番の篠原と道が重なっています。止めて止めて、岩崎止めろ、青山の壁、岩崎止めろ。1番早く突破した7番の仁村、2番手1番の青山、その内へ5番の岩崎が入り込んできまして、すでに残り2周回、8番の篠原4番手、よし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 、7番の仁村飛龍、2番手は5番の岩崎陽一、3番手1番の青山に、8番の篠原、入り込んで青山止めろ、残り1周目、止めて青山さん、止めらんねえか。7番の仁村、3番手は最後に8番の篠原が青山を突破しました。突き放した7番の仁村、2番手は5番の岩崎、そして3番手に8番の篠原、青山さん惜しかったな。3用のワンツー、先頭7番の仁村飛龍、仁村飛龍、下角4番取った、よかった。
1つ目の準決勝も波乱の決着でした。2つ目の準決勝、さあ2本目ですね。ここは金貝、浦田信介、10メートルの外3人売れました。まずスタート3秒前しっかりと残してね。第10レース準決勝スタートは赤ランプ、なんか早いぞ1、やばい。ただいまの発送は1番車のフライングのため再発送いたします。だいぶ気温も数字以上に1号車フライング感じます。あー参ったな、だいぶ早かったよね。消えていきます。スタートもう一回しっかり切って1、2、8、3秒前1、2、8、内山頑張れ。10レース準決勝スタートしました。今度は決まりました。ゼロハンは互角の飛び出し、内山田中照吉出まして、10メートルは3番の天海の外からかぶせるように5番のベプテロ、今日も行きました。5番のベプテロ、田中いっちゃい、3番の天海が抵抗します。先頭争い、田中照吉が内山の懐を伺っているが、内山を抑え込んでいます。3番手は5番のベプテロ、天海を突破していきまして、8番の浦田信介も乗っていきまして、4番手天海は今日は壁を作れず、5番手それを外から6番の金貝もまくろうとしています。先頭1番の内山雄介、振り切って2車線リード、2番手2番の田中、3番手は5番の別府慶吾に懐狙う、8番の浦田信介、田中逃げろ、田中逃げろ、浦田3番手争いになっています。先頭依然として1番の内山雄介だ。3番手さあ5番の別府の内へ、8番の浦田信介差しが届いて3番手に上がった。連れるように6番の金貝翔平、そして松尾博文は現在伸び上げて6番手。先頭は1番の内山雄介、リードがなくなってきて再び差を詰める2番の田中、田中いけ、ゼロ半の引っ張りになっています。まだワンチャンある、3番手は8番の浦田信介、さあ8番の浦田、1番の内山、2番の田中照吉に急接近しているレースの終盤戦だ。4番手6番の金貝翔平少し差がついています。内山雄介粘る、2番の田中が追い詰める、8番の浦田信介もさあこの距離感では勝負十分勝負圏だ。あ、滑った、浦田信介さあ下がってしまった、車を引いた。6番の金貝が3番手、そして5番の別府と7番の松尾博文が構成をかけてきました。先頭は1番の内山雄介、残り1周ブルーフラッグ、2番手は2番の田中、3番金貝が3番手から、どうなっちゃう、どうなっちゃう、どうなっちゃう、さあ内山セット、田中照吉、金貝翔平、外は7番の松尾博文、最後にやってきましたが2番の田中が最後は捉える。6番の金貝、松尾博文も追い込んでくるが、2番の田中照吉、よくだな。さあ3本目ですね。ここは237、タックンがなんかまたスタートドカンってやりそうな気がするんですよ。あとは調子のいい田中進選手、あと吉松選手、こちらで23で切ってくれ。3つ目の準決勝、11レーススタートしました。田中いけ、1回で出ました。0番は真ん中の田中進が行きました。よし行った。そして10メートルは逃げろ。5番の尾形光一、インから4番の滝下純平も行こうとするが、ちょっと前が引っかかりました。先頭は2番の田中進 A 発、2番手3番の吉松の懐へ、4番の滝下が入り込んできて2番手を奪う。うわー、純平か。5番の尾形光一も乗っていきまして、インは7番の有吉達也、有吉も2周回目では4番手から3番手を伺われているところです。純平そこまで早かった、田中進先頭、2番手4番の滝下、さあそうすると早いよ、準備頭だよ。4番の滝下が飛び込んできまして、そこまでスタート残せると思わなかった。そして7番の有吉達也、3番手4番の滝下がまずは一旦抜け出しました。いや軽視しちゃったな。3番手7番、まだまだ頑張れ、前3人抜け出して5番の進む、頑張れ進む、頑張れ、まだいける。後ろ8番の佐々木圭という体勢になりました。4番の滝下先頭も頑張れ、2番手は2番の田中進に、7番の有吉が襲いかかってくる。さあ終盤戦に入った、4番の滝下純平、この走路はもう打って捨てのデバイ設定だ。4番の滝下、2番手は2番の田中に、7番の有吉、なかなか前に出られません。なかなか抜けないよね、これじゃね。攻略に苦労しています。
残り2周回、4番手依然として5番の尾形光一、先頭は4番の竹下、いや田中進むすごい、頑張れ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 、また差を詰めようとする2番の田中、3番手は7番の有吉達也、4番手5番の尾形光一、あと8番の佐々木圭、ちょっと足がないか、尾形光一がちょっと大回り、残り1周ブルーフラッグ、竹下が先頭、2番手は2番の田中進む、3番手7番の有吉達也、さあもう一度2番の田中進む、順平頭やられちゃった、竹下を入閣している、はい、竹下純平先頭、いやでもすごい、2番の田中、3番手7番の有吉、田中進むすごい、竹下が勝ちました。さあいよいよ最終レース荒尾選手登場ということでね、ここは荒尾選手と藤岡選手コロ2者対決、まずスタート藤岡選手行って6、8、いけー、準決勝スタートしました、うわ5位行った、スタートレッセージ10戦は3番の木山優希がトップスタート、そして20メートル各社6番の藤岡克樹がスタートを決めていきまして、3番手アローマクレ、5番の森本裕介、内入れ高橋を捉えて、さらにそのうち早くもインコースに進路を取った8番の荒尾聡、藤岡抜けろ早く抜けろ、高位置を確保しそうな序盤戦、7番丸山聡後方で、4番の大島房1番後ろ、1番の永田雅也の引っ張りで2周目に入りました、荒尾聡の攻めが早いが、その1歩前で6番の藤岡が木山を突破、1番の永田雅也、地元優勢や藤岡抜けろ藤岡抜けろ、そうですが早くも人気勢来ています、藤岡荒尾、そして5番の森本裕介4番手、残り4周切りました、永田雅也の逃げを捕まえる6番の藤岡、藤岡のまくり受け止めようとする1番の永田、内が空いている8番の荒尾聡がまとめて2車がりか、まずは6番の藤岡先手の攻めに出ました、8番荒尾聡は慌てず騒がずの2番手、よし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 、残り3周回終盤戦に入ります、あとは後方7番の丸山聡が藤岡逃げろ上がりましたが、完全に6番の藤岡がペースを握る格好になりました、2番手8番の藤岡逃げろ、先頭2番手の距離感は2写真半から3写真、3番手5番の森本裕介です、残り2周回藤岡押し切れるかどうか、8番の荒尾が詰めにかかっている、3番手5番の森本裕介、依然3人の攻防で3番手離されて7番の丸山聡、先頭6番の藤岡和樹、リードは依然として2写真半、2番手8番の荒尾聡、裕介は守れそうか、残り1周ブルーフラッグ、3番手5番の荒尾2着か、今日は6番の藤岡先頭、2番手8番の荒尾聡、最終コーナーに向かいます、やらんな、藤岡和樹が優勢だ、3番手5番の森本裕介ちょっと離されました、最後までこの2人の攻防、そのままか、685はい、ということで最終レースまで見ていただきました、今日はですね、すごく荒れたレースで、最終レースだけね、まあ、ラオ選手2着になったって形なんですけど、まあ固くというか、収まったという形ですね、明日の優勝戦すごく楽しみですね、その楽しみをですね、ぜひ、皆さんと分かち合いたいというふうに思いまして、明日ライブをやります、明日ですね、19時15分からライブをやりたいと思います、初めてライブやるのですごくね、あの皆さんにご迷惑をかかることもあるかと思うんですけど、ぜひ遊びに来ていただいて、皆さんと一緒にですね優勝戦を見たいというふうに思ってます、多分11レースも見れるかなというふうには思ってます、皆さんのね普段あの予想こんな風にしてますとかね、そんなようなコメントもぜひいただきたいので、ぜひ皆さんで、楽しみましょうということで、本日のしゅうちゃんおと、珍しくね、私、3本撮りました。準決勝、はい、ありがとうございます。はい、まずです、皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。明日ですね、本当に、ライブ初めてやるんで、皆さんにご迷惑がかかるかもしれません。その時は本当にごめんなさいということで、やっていきたいと。まず、皆さんにバイバイガイガイ、ね、やりましょう。はい、ということで、本日もですね、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また明日お会いしましょう。